いつも大変お世話になっております古美術吉戸の吉戸です。本日は中国の明の時代に劉仙陽で肖像された非常に素晴らしい青磁の花池、こちらをご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本作品はですね、先ほど申し上げました通り、中国明時代に劉仙陽で肖像された鯉磁花池ということになっております。耳が鯉の形をしているんですね。なので鯉の耳と書いて鯉磁花池というふうに言っております。これはですね、日本からの注文品で作られたと思われまして、ちょうど床の間のサイズにぴったりな非常に品格の高い伝世の素晴らしい作品でございます。こういったですね、お茶にかなうサイズ感とかですね、デザイン感のものっていうものが日本からの特別注文で盛んに招来されておりまして、床の間のサイズにぴったり合うので、伝世でずっとお茶方に守り継がれていたものであります。そして明の時代、この作品が肖像されたのが日本のですね、桃山江戸書ぐらいの時代感なので、ちょうどお茶が華やかな時期ですね。でそれで多数招来されて、そこからずっと大切に伝世で守り継がれてきたという素晴らしい作品でございます。そして中国の明の時代の七官青磁っていうものは、日本にそういった経緯でたくさん招来されて伝世しているんですけども、それもですね、中国ではなくて日本にしか残っていないという希少性がございまして、もちろんピンキリありまして、いいものも悪いものもあるんですけども、そのとってもいいものっていうものは、やはり一番レベルが高いものっていうのは、お茶方、お茶の世界から特別注文されて、制作されて、招来されて伝世してきたものっていうものが一番良いので、やはりお茶道具に関係するものがいいものが残っております。そしてその筆頭となるものが、やはりこの花池ということになります。他にもですね、香合ですとか香炉ですとか、当然茶碗とか水差しとか、さまざまな顕微鏡とかね、顕微鏡を使うお手前もあるんですよね。ただまあちょっとマイナーではあるんですけども、ですがやっぱりその一番花形とされるですね、その花池の作品っていうものはやっぱり素晴らしいものが多い。そして青磁の明の時代の茶碗っていうのは意外といいものがそんなないんですね。なんでだろう。おそらくそのすごく青磁の茶碗っていうものはツルツル滑ってお茶が立たないし、ちょっとわびた様子も足りないので、おそらくなんていうんですかね、茶碗はわびたすごいしっかりしたものを使いつつ、花池とかですね、香合とかそういったものでやっぱりしっかりアクセントを効かせて遊ばせていく。やはりちょっとこうなんていうんですかね、茶碗は本当使いづらい。あと水差しになるものもあるんですけども、やはり水差しも類例が少ないので、やっぱりこう茶映えというか、茶席のそのわびさびの中でちょっと華やかすぎるのかなと。やはりちょっとカラーリングを抑えた花池とか香合とかぐらいが適切なんじゃないかと。香炉もまあたくさんありますけどもね、香炉、しかし香炉をですね、そのお茶席で香道、お香のね、道、香道で使うことあるんですけども、茶道の中で香炉をそんな使っていくような手前っていうのもそんなにないものですから、やはり花池が一番花形でだと思います。そしてやっぱりこの作品もご多分に漏れるですね、非常に素晴らしい花池で、で花池の全てがいいかっていうと、やっぱりその掃除の耳、例えば竜だとかシャチだとかですね、鯉だとか、いろんな耳があるんですけども、そういう特殊な耳がついてるものの作品がやっぱり素晴らしいですね。何も耳がないストーンとこう、なんていうか、キヌタ型っていうんですか、この絹田っていうのはもともといろんな諸説さまざまあるんですけども、洗濯物を叩く時の棒みたいなものをキヌタってもともと言うんでですね、その形、その棍棒みたいなですね、その形をしているものをキヌタって言っているようなっていう説もありますし、まあ、中国のね、明の南宋時代の素晴らしい青磁のことをキヌタ青磁と言いますけども、その語源っていうのはさまざまあるんだよということがあります。そしてやっぱ本作の素晴らしい点っていうのは、まず鯉のすごい鯉のね、耳の中でもやっぱ抜けがいいっていうのがあってですね、この型でもちろんこの耳を抜いて後で作るんで、つけるんですけども、シャチにせよ、鳳凰寺にせよ、鯉にせよ、まあ、何にせよ、いろんな耳があるんですけども、やっぱり抜けがいい、その表情がね、十面、たまにこう獅子、ライオンとかですね、そういったものがついてるのもあります。あと竜がついてる場合もあるかな。鳳凰でしょ、あとシャチでしょ、鯉でしょ、竜、
竜だったかなと、このパターンにはないんですけど、まあ、10面がね、こう掃除でついてるものとかもあるし、まあ、大体そのお約束が決まってるんですね。2つ耳がついてる。そして一番代表的なものはシャチだったりとか、鯉だったりとか、鳳凰だったりとかっていうことがあります。シャチがね、意外と珍しくて、鳳凰が一番、まあ、格が高いと思います。そして、鯉の耳っていうのも意外とね、いいものがない。耳がついてるもの自体が結構希少ではあるんですね。それが何の耳かっていうのは問わず、どれもね、その品質は高いものが多いというふうに考えられております。そして、本作の最後にですね、本作のこの魅力について私が思うところでは、まず色がいい、形がいい、そして、鯉の耳がついてて、寸法が非常にいい。まあもちろん、その特別注文を作っているので、寸法は当然、お茶のね、席の床の間の花池に、ふさわしい寸法であるのは間違いない。そして、裏をひっくり返してみました。鉱台のね、この艶とか削りとか、この焦げとか、っていうのも非常に素晴らしいというふうに、この全てが私がこの本作品の魅力に感じている部分でございます。そして、天性で来てますので、当然、天性で来てますので、すごくやっぱり艶やかで使い込まれた感、水に鍛えられたですね、水とその代々の愛蔵者のこの手連れによって、よりこう艶やかさが増している美しさが魅力だなと。輝き、青磁の青の美しさ、そして鯉の耳の抜けの良さ、そして寸法、サイズ感、そして全体のバランス、そしてあとまあ箱行きも古くて産くていいものがついていると。その全てが魅力的であったので、今回私が非常にいいと思って、仕入れた次第であります。そういったものが、本作品における私が考える本作品の魅力ということになっていきます。おそらくね、見てくださっている方も同意していただけるというか、まあ、なるほどね、そういうところを見るんだっていうふうに感じていただければいいと思います。それが評価のポイントになりました。やっぱり色がね、青磁っていうのは青くなきゃいけないと私は思っているので、青くてね、すごく綺麗で、あと電性、青磁の電性だったらやっぱ電性を感じさせる艶やかさとか、あとやっぱり焼き物っていうのは鉱台が命なので、鉱台の力強い焦げとか、カラーリングとか、やっぱりそういうところ、シャープな削り出しとか、そういった部分も非常に気にします。やっぱり、本体が良くてですね、裏をひっくり返して、鉱台がちょっとボンクラだったらちょっと悲しい部分があるので、茶碗なんかも鉱台が命なので、やっぱり、あ、いい茶碗だなと思って、鉱台をひっくり返したら、ちょっとイマイチだなというと、やっぱりこう、評価が下がるので、興味もね、なくなってしまうので、やっぱり鉱台がしっかりしている、底の部分の作りがしっかりしている部分っていうものは、裏返して、ね、やっぱり、やっぱりいい作品は鉱台もいいんだなっていうふうに感じたいところではありますので、そういった部分も、こういった、鉱台とか、底の部分っていうのもしっかり見ていただきたい。そして、いい鉱台、いい底ってどういうものかっていうと、シャープでキレがあってですね、焦げが非常に美しくて、釉薬が際のところまでしっかりかかっててですね、っていう部分、丁寧な作域、あと丁寧な端正なね、この削り出し、シャープで力強い、そして土がいいなと、苔がいいな、焼きがいいなというふうに感じさせるものがいい鉱台だと思います。そして本作品は、寸法よし、色よし、鯉の耳のね、作域よし、そして鉱台の削りよし、鉱台よし、ね、カラーリングよし、電性よし、箱行きよし、ということで、全てのチェックポイントが OK だったので、私は非常にいいと思いました。皆様におかれましてもですね、そういったところをちょっとこう、ゆっくりね、丁寧に見ていくと評価軸っていうのが定まっていくと思います。本日もどうもありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。古美術吉戸は古美術の良さ、美しさ、楽しさを伝えたい、広めたいと願い、古美術業界の発展の一助になりたい一心で一生懸命に動画を制作しています。どうか温かい応援、チャンネル登録よろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。